ようございます。ちょっとだけピアノ弾かせていただき、バイエルですけども、総裁選いよいよ始まってきますけども、総理大臣を、選ぶ、自民党の、ね、総裁選ですけども、総裁になったら総理大臣になる、もちろん自民党が勝ったらですけど、立憲民主党が勝ったら、立憲民主党の代表が総理になるということになるんですけども、立憲民主党はね、ちょっとね、いわゆるチャレンジャーの、よくチャレンジャーの立場だって言いますけども、まあチャレンジャーですね、今野党にいるわけで、チャレンジする党にして、普通ね、昔はね、社会党とかね、結構迫力あったというか、人数も多かったんですけども、何かね、例えば土井たか子とか、新鮮味のある人が結構いたんですけども、それで社会党がいい政治したかどうかということはまあ別なんですけども、今回見ててね、元総理大臣ばっかりでしょ、枝野さんが出る、今の泉代表は、若いですけども、出るか出ないかわからないけども、出たとしても、要するに元総理大臣で、代表で、それからまた枝野さんが返り咲くかっていうんで、選挙に出ようかって言ってますよね、出るって言ってますよね。それから、一回総理大臣をした野田さんが、また出るっていうふうに言ってて、それでね、立憲民主党ってね、革新系のはずなのに全然新鮮味がないんですよね。岡田幹事長、最高顧問っていう人たちがいて、その最高顧問に、菅直人とか岡田幹事長とか、そういういわゆる昔の、立憲の重鎮みたいな人がね、最高顧問にいて、そして新しい人は、そういう革新系の政治家の政治団体からは、もっと若い人とか、フレッシュな人が、出なきゃいけないのに、なぜか、だから旧態善みたいなのがあるのかなっていうふうに言って、今回出る人も新しい人が出ない、それからね、女性が出ないのも変だと思うんですね。立憲民主党はよくクォーター制しろって言って、言ってますけども、その前に、女性があれでしょ、代表、共産党はね、今年でしたっけ、去年でしたっけ、田村さんが出て、Cさんよりよっぽど田村さんの方が、受け答えも話もね、うまいし、いいと思ったんですけども、イメージアップにも、共産党のイメージアップにもなると思うんだけども、女性、ね、が出てこないっていうのはどういう党なんだろうと思うんですね。立憲民主党からは離党したその蓮舫さんとか辻元さんとか、あと立憲の人は私ちょっとその、他あんまり、知らないですけども、いつも国会で質問して、名が売れてるのは辻元清美、蓮舫だったんだけども、蓮舫さんは東京都知事選で離党して、しかも、3位になって負けたと、勝つかどうかっていうよりも2位にもならずに3位になったということで、もう、名が今のところは落ちてるっていうことで、
他にいないのかなと思う人。やっぱり革新系のね、あの政治団体はね、やっぱりね、若い人の、若い女性が出てこないと革新とは言えないと思うんですね。チャレンジャーにはなれないと思うんで、まあ自民党はね、ちょっと出過ぎかなと思うけども、すごい大勢、まだではっきり決まってないけど、まあ、小林、コバホークって言われてる人が出てますけども、小林さんの、話はですね、さっき見ましたね、テレビで。やっぱり頭脳明晰、改正東大大蔵省かどっか役官僚、あ、その東大の後になんかハーバードかなんかあっちの方の出て、まあとにかく頭脳明晰で、それだけじゃなくてね、やっぱあったかみ感じましたね、若いのに。まだ40何歳で、まあこの前都知事の時に石丸さんが出て、私も若いからもう若い人、今度は石丸応援って言って SNS で宣伝しましたけども、最初ね、当初、小池知事が出た時、最初に出た時は小池さんをしたんですね。女性であるし、まあ、女性だからいいってことではないけども、ね、他の人が、まあ、あの鳥越俊太郎とかね、それから、増田さんとか出たんだけども、総務大臣かなんかのね、やっぱり東京は顔だから、日本の首都東京だから顔になる人、世界に向けて。だから私はあの女性がなればね、日本のイメージアップにもなるし、まあ鳥越さんはね、70いくつだったと思うんだけど、ちょっと、年を取りすぎてるし、東京のね、私は鳥越さんが後輩を押して出てれば応援したかもしれないけども、若い人が出てね、だけど自分が出てね、都知事になろうって言うんでしょ。なんでね、70もになるのにね、鳥越さんほどの人が、あとの後輩がいないのか、ぜひこの人をやってくだ、おし、あの応援してくださいって、自分が先頭だって応援する人がいないのかね。やっぱり後輩育ててなかったっていうことで、やっぱりね、後輩育てられないような人はやっぱリーダーにはなれないっていうふうに私は思ってます。これはあんま政治だけじゃなくてね、いろんな面でもビジネスでもそうですけれども、そういう意味で自分がね、しゃしゃり出なきゃいけないような人はダメだなっていうふうに思いましたね。それからだから小林さんはね、やっぱ言ってることがね、明快で、まあ、はっきりもう答え、質問したらね、まあテレビですからね、コメンテーターの人の、まあ有名な人が質問してましたけども、本当に、ピシッと、あの政策もね、具体的だし、まあ、あんまり詳しくは知らないですけども、でもね、いいなと思いましたね。若さもあるし、やっぱり若いね、リーダーになってほしいと私思いますね、国は。そういう意味でね、立憲民主党のね、新鮮味がないっていうのはね、やっぱりね、日本はね、そういう意味ではダメだなっていうふうに思いましたね、だから、まあ、小林さんも多分ね、でもこういうね、あのエリートはね、嫌う人が多いんですよ、結構。だから、まあ、やきもちやったり嫉妬からね、そのうち週刊誌とかですね、何か出してバッシングする、ちょっとした、くだらないことでね、やる、バッシングの対象になって、またワイドショーかなんかでやるなんていうのは、こういうエリートを叩きするのが好きですよね。大衆は大抵そういうところで叩く。まあでもね、もう、いい加減ね、まあ安倍総理は長く、一番最長長かったから、長かって力もあって、なんか、自民党の、この間聞くところによると、自民党の党員を安倍さんになって50万人増えたっていうんですね、すごいなと思ったんですね。党員がそんな一気に増えたって言って言ってましたね。それから、だからそういうね、だから安定して何年も続いたから、まあ、外国の大統領っていうのは人気が長いですよね。そんな1年でもう、だから岸田さんもね、なんだかんだ言って支持率どん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 ね、新聞社とかテレビ局がね、支持率をなんかちょっと
国民が嫌そうなことがあるともう支持率下げ、そう下げたところで、支持率測ってですね、支持率が 20% いったらいかないだみたいなね、低い低いとかって言って、それで下ろして、またね今度もね多分そうやって下ろすと思うんですね。でまあテレビとかそういうの見てる人たちがもう、そういうわけで支持率を落としていって、政権が安定しない、安定しなかったら政策もね、何か政策してやろうとした時も1年や2年じゃねできないわけですよ。だからあの岸田さんもね、すごく岸田総理もいろいろ結構やったことがあるのに、なんだか、何で落とされているのか、あの落とすといえばね、菅総理はあと辞めた後ね人気出てましたけども、菅総理は、ね、メッセージ性が少ないとか薄いとか言って支持率下げて辞めたんですね、1年ぐらいでね。だからね、あの、まあ、マスコミがやってるのか国民がそれに乗ってるのか逆なのか、まあ、ワイドショーがねなんかあれしてるのか分かんないけど、あまりにもね、あの誰がやってもね、あの文句ばっかり言うっていうか、その支持率下げることに、まあ、テレビとかはね、あの支持率下がった方が、それで辞めて交代になった方がまた支持率、あの視聴率上がるんじゃないかと思うんですよ。選挙になれば、戦争の時もそうですよ。戦争が始まると支持率、あの、まあ、新聞がよく売れるとかね、そういうようなのあるから、まあ、政変って変わった方がいい、安定されると困るわけですよね。だから、まあ、安倍さんのような人は、まあ、そういう意味でも殺されたんじゃないかと思う、左翼に殺されたっていうところなんですけども、やっぱりね、そういうなんかね、まあ、ちょこちょこしたところでやめさせる、今あの兵庫県知事が、小さいことで、あの今交代、知事交代させようとしてる人たちがいますけども、あれはあの県知事の、いや県の職員の職員組合というのが強いんですよね、兵庫県は。それで2つあの職員団体があって、その OB の団体がある、公務員なのに辞めた後にまだ団体作ってですね、 OB 退職組、退職した公務員が団体作って圧力かけてるわけですよ。で今の知事を辞めさせて新しい知事を、つけようとしてるから、小さいことでなんかおねだりなんとかとか、まあ週刊誌のタイトルみたいなことでね政治を動かそうとするのも、あの、まあ、本当にあの程度が低いと思うんだけども、そういうことでイメージダウンさせて辞めさせようとして、それで辞めたら次の自分たちの団体が推す、OB 会の人がの言うことを言ってくれる職員組合だから、多分ね兵庫県の職員は辞めた人たちの圧力で強いんだと思うんですね。だからアンケートとか取ると県の職員が今の知事の斉藤知事のことを悪口一生懸命、ただね全部ね、あの自分が見たとかされたとかじゃないんですよね。あの本当に実際に やられたっていう人のアンケートでも 1% 程度ぐらいで、あとはね全部伝聞、噂、聞いた、あの自分が見たんじゃなくて誰かの噂を聞いたっていうところなので、結局ねそう広めてる人がいるんじゃないかと思うんで、私はその、特に取材したわけじゃないんです、私の勘ですけどもね、これはあの今の知事を辞めさせて、職員の団体が強い、県のね兵庫県公務員ですよ、公務員の知事、公務員の権力が強いんだと。大阪もね維新が入るまではすごいあの市役所とか強かったんですね、職員の。それでいろんな無駄があって、それ維新が変えて、まあ、赤字だったのに黒字にしたっていう実績があるんで、斉藤知事もなんか維新の関係してるのかどうか、なんか維新が推してるのか、なんかそういうのがあるので、政敵みたいな人たちにやられてるんじゃないかなって。それが、兵庫県の、県職員たち、公務員ね、選挙活動とあの政治活動できないですから、だから OB でやってるわけですね、団体。それに乗っかって県の、職員にアンケート取ると、なんか、なんとかもらい、もうおねだりしてもらっていくとかね、そんなケチな
ちっちゃいことでね、あれ してるっていうふうに、別にね、なんか汚職したとかそういうことではないわけですよね、斉藤知事が。なんか業者からもらったとか、業者はね、私もね、ビジネスでね、サンプルとかね、渡したりしますよ、広げてもらう、理解してもらいたいので、使わないとわからないでしょ、だって。お米ならお米でね、食べてみて美味しかったらそれ宣伝するとこもあるから、どんどんね、業者は渡すんですよ、賄賂だなんだじゃなくてもね。で、別にそういう、NPO なんかもね、そうですよ、と東京なんかで、ひまそらあかねさんがね、東京のコラボっていう NPO をね、告発しましたけども、だからね、私は政治もいろんな意味で、そういう選挙にもね、いろんな自分たちの利益関係が絡んでるっていうのがあるんですね。で、総裁選に戻りますけども、総裁選でね、出たかどうか、出るかどうか分かんないけども、出るんじゃないかって言われてるんでね、野田聖子、子ども家庭庁大臣になったことが、岸田総理が、当選して、総理大臣になった時にですね、野田さんが、大臣になったと思うんですけども、野田さんは、なんと自分が総理大臣になりたくて、総裁になりたくて立候補したんじゃなくて、票を割るために割って岸田総理を、当選さすために出たって言われてるんですね。で、今回も出るとしたら、私は女性票を割るために、女性票というのは女性総理大臣を出すとか女性総裁を出すとか、そういう思いの持ってる人の票を割るために出るんじゃないかと思ってるんですね、野田さんは。で、今回も野田聖子は、出たら多分高市早苗さんの票を割るとか、そういうことで誰かを当選させるために、誰か分かんないですけどね、出るんじゃないかなと思ってます。そういうね、出方も選挙にはあって、自分がみんな本当に、コバホークの小林さんだけじゃなくてね、本気で出ようという人もいるけども、割るために出るっていうね、そういうね、はっきり言った不純な動機、私はもうそれで、野田聖子っていうのはね、信用できないなと思ったんですけど、自分がね、政治をこうやりたくって出る、そういう人がね、出てほしいと思うんですね。上川さんも、上川さんすごい優秀な人らしいんです、頭のいいね、切れる。で、グローバルな人だって言われてますけども、だけど、官僚の答えをそのまま言ってるような感じの人で、自分の何か非常にポリシー持ってるようには、私には見えないんですけども、もしかしたら高市さんの絵の女性総理大臣を、潰そうとして出るのかもしれないというふうに私は思ってます。この際ね、小林さんのような頭脳面積、若い人がトップになって日本を引っ張っていく、それあるいは、クォーター制にしろって言って、女性ってね、立憲民主党なんか言ってるんだから、だったらね、高市さんの、演説もうまいし、顔も綺麗だしね、ぶれないしっていう噂なので、高市さんを押して総理大臣、日本の総理大臣女性にしたら、世界の目が日本に向いた時に変わるんじゃないかなと思いますね。そんなわけで総裁選についてあれこれ話しました。またチャンネル登録お願いします。